こんにちは皆さん、今ちょっとパパが上の子2人を公園にね連れて行ってくれて、三男は今お昼寝をしているので時間がやっとできました。今回日本には4ヶ月半近くにね長い滞在を日本でしてきました。無事にスイスに帰ってきました。報告が本当にね遅れてしまってごめんなさい。スイスに帰ってきてからはやっぱり保育園もないし、三男もすごくね活発になってきて手がかかるようになってきたので、編集時間がなかなか作れないということでちょっと困っています。歯が生えてきてるのかちょっと夜泣きの方も増えてしまって、夜もなかなかちょっと編集がはかどらない感じですいません。日本にまだいたい理由という動画ではコメントとかご意見をいただいたんですけれども、本当に温かいコメントいつもありがとうございます。いろいろな皆さんの意見も聞けて参考になったし、とても嬉しかったです。日本とは物価の違いっていうのもあるので、なかなかねちょっと説明が足りなくて分かりにくくなっていた部分もあると思うんですけれども、そちらに関しても説明できたらなと思っています。スイスに帰ってきてもうね1ヶ月近くが経つんですけれども、日本には4ヶ月半近く滞在をしていたんですけれども、すごく活発な男の子3人がいる中で住居関係が難しかったので、パパと相談して今回は日本にちょっと長くいました。来週の月曜日からミオのスイスでの義務教育の幼稚園が始まります。週に4回の午前中スイスの幼稚園に行き始めるということで楽しみにしています。いいのは週に3時間2回とあと1日保育園ピールグルッペといって3時間だけなんですけれども、お友達と一緒に遊べるグループがあるので、実は嬉しいご報告がありまして、ファビオの両親がアパートを見つけてそちらに引っ越したということで、床が空いたので私たち床に引っ越しをさせていただくことになりました。すごくラッキーでありがたいことなんですけれども、2人で暮らすにしてはちょっと大きすぎるっていうのもあったので、ずっとねいいアパートが見つかったら引っ越しをしたいなっていうふうにお話をしていて、すごいラッキーなタイミングでアパートが見つかったっていう報告があって、私たちもねすごく今家が必要な環境なので家を使わせていただくことになりました。スイスでは結構よくあることで、私のお友達お話聞くんですけど、実家に住んでいるっていう話では家を探すのが難しくて、月額平均収入というのは大体6600フランほどだそうです。平均収入っていうのも日本の3倍から4倍。ただですね、かかっていく生活費というのも3から4倍あります。以前私たちのこの今引っ越した前の住んでいたアパートでも家賃が2100フランだったんですけれども、1300フランほど保険代、食費に1000フラン、交通費だとかその他もろもろいろいろかかってくるっていうのを計算するとなかなか難しい感じなので、お給料が本当に日本の3、4倍あったとしても生活費もそれだけかかってきますよっていうところはあります。保育料に関しては月に子供を2人預けて週5でもし入れたいとすると4600フランほどかかってくるんですけれども、平均収入の月額6600フランを見ていただいても分かると思うんですけれども、普通の家庭では週に5回保育園に通わすというのは本当に難しい。日本では国からの補助が出ているからみんな毎日保育園に行けているのだと思うんですけれども、スイスはそういった補助が国から保育園に関してはないので、週に5回はなかなか通わすことができない感じです。160年で 1.4 億スイスフランという話をしたんですけれども、スイスの家事情に関しては、本当に物件がなかなかない、プラス古い家も高くてなかなかね購入ができないのが現実現状だと思います。私たちだけではなくていろいろなもう友達も含めてすごくみんな家を探している方も多いんですけれども、価格のことであったり本当にね家がみんな見つからなくて困っている状況です。もう何軒も見に行ったんですけれども、リノベーションを最後にしたのが30年前だとかで、本当に古い運よくこう実家を使わせていただけることになって本当にラッキーです。私たちがギフボのアパート代を払ってこちらの家を使って住ましてもらうという形になっています。心配かけてたと思うんですけれども、たくさんのね温かい応援のコメント本当にありがとうございました。動画に関してなんですけれども、東京編も編集をすることができていなくて、これからね東京編の編集もしていきたいなと思っています。日本の動画だったりスイスの動画だったり時間とか時期だとかも前後してしまったりとかズレとかも出てくると思うんですけれども、チャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画で。サナ君立ってるよ。あ、すごい。
ごい、すごい、そのくんすごいじゃん、すごいじゃん、すごいよ。